道瀬トリカ役の平島なつみです。水島まりか役の岡田芽衣です。日高沙織役葉月ひまりです。松山ダリア役根岸愛です。今回も前回に引き続き池袋トリコさんからお送りします。いやここねすごいよね、いっぱい飾り付けしていただいて、ね、もうね、モニターにねキャラクターの4人がいてくれて、ね、すごい豪華な感じになってますけれども、あ、来ました、ナナナカード、マーメイドオリジナルカクテルを作ろう。オリジナルカクテル、おしゃれ、おしゃれだね。DJ をテーマに仕掛ける新たなメディアミックスプロジェクト D4DJ。この番組は D4DJ のユニットの一つ、最強のビッグウェーブを巻き起こす私たちマーメイドの冠番組 D4DJ。 マーメイド、あのシャドーバースがついにトレーディングカードゲームに、あまたのカードを使って勝利をつかめ、シャドーバースエボルブ発売中。マーメイドのファーストアルバムが登場だって。 A バージョンには私たちのファーストライブ映像、 B バージョンにはアルバム収録曲のノンストップミックスが収録。どっちを買おうか迷っちゃう。さらに今回のアルバムには新曲 I Will Never Die が収録されてるんだって。テンション上がる。マーメイドファーストアルバム VIP ラグーン4月27日発売。マーメイド再演のコーン。D4DJ からカバーアルバム第4弾が発売。いろいろな名曲が勢ぞろいですぞ。今回はみちるも歌っちゃうのだ。 D4DJ グルービーミックスカバートラックスボリューム4好評発売中。それではアイポンとメイシャンにマーメイドのオリジナルカクテルを作ってもらいます。はい、まずアイポン自信はありますか？私が演じる松山ダリアちゃんはですね、はい、バーでバイトをしております。そうだそうだ、バリバリのバーテンダーということで、それを演じてる私が作れないわけないじゃないですか。さあどんなオリジナルカクテルを作るのか、アイポン自信があるようですよ。楽しみです。やっぱりね、みんなおなじみこちら使っていきたいと思います。本格的。あれ、あ、あれれ、大丈夫？お姉さんちょっと今日どちらから来たんですか？お姉さんは茨城から来ました。茨城かな。お姉さんは茨城からです。ずっと遠くから来たんですそうなんです。お姉さんに合ったカクテルを作っていきたいと。今の質問でお姉さんに合ったの分かるらしいよ。分かる分かる。茨城って何が有名？納豆納豆あれ、お姉さん、お姉さん何なんですか？まあ、マンゴーのシロップをね入れまして、こちら爽やかなレモンも入れさせていいですね。酸味がね、いただきます。いただきます。いただきます。いただいちゃうの。目つぶっちゃってます。何かをなんか感じてるね。わかんない。できました。ね、カクテルってこんな重々しく作るものなの？カクテルになりましたね。あ、色はオレンジジュースっぽい色ですね。もうオレンジジュース入ってるからなんですけど、はい、それ何ですか？これはマンゴーです。マンゴー、マンゴーシロップの、お姉さん可愛いんでなかなか取りようね。あれ、それサービスですか？料金の方は追加しちゃいます？こちらですか？こちらサービスでございます。優しい、優しい。あなたのためだけに作りました、はい、茨城現実逃避バケーションでございます。トロピカルな色のカクテル、茨城現実逃避バケーション、そのお味は？いただきます。味、ね、味が大事ですから。うん、セクシーな味がしました。どんな味？ね、もうセクシーって言えばいいって思ってるでしょ。続いてオリジナルカクテルを作るのはメイさん。お姉さんお綺麗ですね。あ、ありがとうございます。え、何？今回はですね、ちょっと赤いレッドのゼリーを入れまして。それ何味のゼリーなんですか？こちらはね、一応ベリー系のゼリーとなっておりまして。お姉さん綺麗なので、なんか業界の方ですか？実はあの D4DJ っていう、はい、あのムシロードっていうすごい有名な企業の、うん、おやおや、話を聞く余裕がなさそうですよ。何も頭入ってないです。何も入ってない。聞こえてない。聞こえてないですやだ。続いてですね、こちらの、はい、カルピスです。
思いますね。お姉さん震えてるんですけど大丈夫ですか？大丈夫ですよ。もう通常運転でございます。これ通常運転やばい。いける、大丈夫です、このぐらい。表面張力で何とかいってる感じがする。ねえ、ちょっと外して。いけます。もう、もう、ギリギリ。いけるいける。はい、ということで完成でございます。お待たせいたしました。こちらのカクテル、マーメイドオリジナルカクテルの名前は何ですか？マーメイドの瞳に映るサンセットカクテルでございます。途中、どうなるかと思いましたが、マーメイドの瞳に映るサンセットカクテル無事できました。そのお味は？いただきます。ゼリーが吸われている。あのちょっと混ぜていただいた方がいいかなと思います。はい、うーん、いかがでございますか？もう甘さと炭酸が混じ合って、うん、もうまさにサンセット感の爽やかな感じがありますね。よかった、本当ですか？嬉しいです。お、おマママカードが来ました。マーメイドのシンクロ率チェック。シンクロ率マママ マーメイドユニットたるもの、相手に聞かなくても思っていることや次の行動を察知しなければなりません、うん、そこでマーメイドのシンクロ率をチェックします。イエーイ、余裕ですよ。大丈夫？え、逆に大丈夫？いやいやいや、もう今年で3年になるじゃん、うん、そうだよね、長いね。そうなの、意外に来てるから、うん、いけると思うよ。さあ、3年間で培ったチームワークを見せてもらいましょう。まず私が演じる瀬戸里香ちゃんは様々なバイトスキルが備わっています。そこでシンクロ率のチェックです。今私がやってみたいバイトは何でしょう？なっちゃんは？なんで瀬戸里香ちゃんの関係ありません。私のことを理解してもらえてる。平島夏美さんがですか？平島夏美を理解してください。なっちゃんの趣味とか関係ありますか？趣味はそんなに関係ないですね。なんだろう。人前に出るアルバイトですか？そうですね、接客ではありますね。接客。なっちゃん今お腹減ってる？さっきサンドイッチ食べたからお腹減ってない。あれ違うな。シンクロ率チェック、せーの、アイスクリーム屋さん。え、うん、アイスクリーム屋さん。アパレル。アパレル。お、DJ。 正解はカフェの店員でした。あ、お腹減ってないって言ってたじゃん。お腹は減ってないんだけど、だカフェ店員いつもお腹減ってない。カフェ店員お腹減ってないよ。勉強する側だよね。あのおしゃれなカフェ、なんかレコード流れてるような、で一人の白髪のおじい様がやってるような、そういうおしゃれカフェで働いてみたいの。続いてはメイシャンが演じる水島マリカはふわふわした食べ物が大好きですね、はい、そこでシンクロ率チェックです。今メイシャンが食べたいふわふわしたものは何でしょう、という。ふわふわにします。メイシャン、まずはちょっと自分で、まずはメイシャンが決めてもらわないと。私の方は、はい、OK、はい、それはお菓子ですか？まあお菓子と言っちゃお菓子なんか言っちゃうかな、うん、それは甘いものですか？それも自分でカスタマイズできるかもしれない。それは和ですか洋ですか？洋ですね。洋のふわふわしてカスタマイズできるもの？カスタマイズ、待って、ふわ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 してる。むずいんだけど。めちゃくちゃ難しい。じゃあもう行きましょう。これ悩んでてもね、うん、出ませんから、はい、行きますよ。せーの、オフライチ。オフって言いました。サンドイッチって言いました。サンドイッチ。私もうようっていうのしかなくて、もうグラタンって言いました。あ、正解はホットケーキ。あー、でも確かにね、ふわふわパンケーキとかさ、甘くもできるししょっぱくもできるし。3問目いきたいと思います。ひまりが演じる日高沙織ちゃんは書道が趣味です。そこでシンクロ率チェックです。今ひまりが思い浮かべる座右の銘は何でしょう？はい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 、
私はもう思いついてますよ。それは自分で思いついたもの、それとも誰かから言われて参考にしたもの？そうだな、でも結構自分で思ってることで、まあ、結構ポジティブな感じ、特に何だろう、文章として結構長めですか？まあ、そこ一言、一言ぐらい、一言ぐらい、そうなんだ。それってなんかさ、よくことわざとかさ、四字熟語とかで有名な言葉、それとも自分オリジナル？あ、もう有名な言葉で、四字熟語、ことわざ、まあ、どっちかっていうとことわざなのかな、四字熟語ではない。じゃあ、まずは3人から発表していきましょうか。せーの、じゃん。お、めいちゃんから発表してください。有言実行。なるほど、うん、私はやるときはやる。私は一石二鳥。一石二鳥これしか浮かばなかった。なんかもうしかもいやさ、私質問したじゃん、四字熟語、ことわざって、四字熟語じゃなくてことわざの方だよって言ってたんだけど、もうね、本当にこれしか出てこなかったの。なんか正解発表に行きましょうか。はい、正解はこちらです。明日は明日の風が吹く。え、長いじゃん。結構長いよね。ここでも使ってるもん。明日は明日の風が吹く。一言だね。一言でしょ。あ、難しいな。なんかライブの時とかにすごいうじうじ悩んじゃう癖があって、でも結局なる時はなるから、なるほど、なるようになるからってことで、明日は明日の風が吹くから大丈夫大丈夫。ポジティブですね。ポジティブ覚えとこう。はい、最終問題でございます。アイポンが演じる松山ダリアちゃんは、さまざまなセクシーダンスが踊れます。そこでシンクロ率チェックです。アイポンが思い浮かべたセクシーポーズを当てましょう。いや、体でね、表現するね。体で表現します。じゃあ皆さん立ち上がってください。立ち上がるんですか。アイポンと同時にせーのでポーズをして、それぞれが思うセクシーポーズというよりかは、アイポンがしそうなセクシーなポーズをしてください。あ、寄せに行くスタイル、寄せに行くスタイルで。はい、あ、もう思いつきました。思いつきました。じゃあアイポンがしそうなセクシーポーズいきますよ。せーの、わあ。さあ確認していきますよ。はい、合ってるはず。私のミッション、ちょっと手を挙げてみてない？え、ちょっと教えて。あれ、え、全然、あれ、待って、何ですかそれは。アイポン、あい、あいちゃん、あの、それセクシー、セクシー、おー。ということで、マーメイドのシンクロ率はまたしても 0% です。なんでわかんないんだよ。それは違うよ。しっかりシンクロ率ゼロという結果を受け止め、この番組でチームワークを高めていきましょう。ほら、このポーズ、ほら、片手上げてるじゃん、あれは。さまざまな、だから。さまざま、いいね。あ、まままカード、D4DJ、インディアンポーカー。まままマーメイド。今回は、トレーディングカードゲーム、リバースを使用して、インディアンポーカーを行います。じゃあみんなで一斉にオープンします。はい、せーの、じゃん。ほうほうほう、なるほど、なるほど。自分のそれぞれのカードを当てますからね。 OK、 じゃあ質問ある人はどんどん質問してってください。はい、あ、はい、この子はクール系か可愛い系だったらどっちですか？クール、でもクールな方じゃない？どっちかっていうと、なるほど、ちょっと際どいのね。どっちかっていうとクールな方か。じゃあ私は、この子は、髪は結んでますか、下ろしてますか？あ、お、上げて、結んでいますね。結んでる。はい、はい、はい。この子は身長は大きめですか、小さめですか？低いです。低いんだ。低いね。はい、お、この子は帽子かぶってますか？かぶってない。大丈夫だ。はい、気づかない。この子の、この子はツインテールですか、ポニーテールですか？ポニーテール。うわー、ちょっと見たくなった。はい、やばい。この子は大学生ですか？大学生。髪の毛の色は、なんか元気な色ですか、それともなんか
ちょっと落ち着いた色ですか。嬉しい。これ誤解生みそうだな。質問が良くないな。元気ではない。カラー的には、うん、元気なカラーではないね。落ち着いてる。はい、頭に頭飾り大きい色とかついてますか。ついてます。ついてます。なるほど。あ、これもう、あ、もう終わりですか。あ、どうしよう。え、待って待って、え、この子は DJ をしてますか。してません。じゃあ、めいちゃんからいきますか。オッケー、はい。私が持ってるカードはオーナルトムニちゃんです。違う違う、ごめん、しのぶちゃんだった。そうだよね、確かに、確かに、ちっちゃいしね。うん、頭におけ髪飾りつけてるし、外してしまった。じゃ続いて私、はい、私の持ってるカードは笹子ジェニファーゆかちゃんです。おお、正解。ちょっとね、迷ったんだよね、いぶきと。あ、そうだね、迷ったんですけど、2択で当たりました。よし、続いてひまり。じゃあ私のカードは青柳つばきさんです。残念。まあまあまあ、ダリアでした。ダリア、ダリアした。どうした、どうした、どうした。涙腺がね。まあなんか髪色とかもどっちか分かんないみたいなね、うん、クールな一面もあったみたいな、分かんない、どっちだろうみたいな感じだったんで、うん、清水エソラちゃん。わかんない。わかんない。だってほら、髪色元気な感じじゃないし。元気ではないじゃん。あのね、他の質問もさ、なんだっけ。クールか可愛いかも。クールか可愛いかも。確かに。残念でした。ということで、本当にね、自分で仕切っといて自分で言うのもなんなんですけど、あの、今回のインディアンポーカーは平島の勝利ということで、ありがとうございます。いや、質問がうまかったから。いけると思ったんだけどな。惜しかった。ママママーメイド、アイポン先生のおっグラミくん登場。おっす、はい、おっす、アイポン先生、おっす、はい、今回のテーマはまあ一緒にエキスパートでスクラッチしていこうということでね。メイちゃんもね、やっぱできるんで、いや同じ曲でエキスパートで勝負していきたいかなと。おーすごい。それではメイちゃんのグルミク稽古スタート。盛り上げちゃうよ、盛り上げちゃうよ、マリカちゃん、レッツゴー。普段は何時頃グルミクをプレイされますか。そうですね、寝る前が多いですね。おー、そうでございます。早っ早っ早っ。メイちゃんは結構あのノーツの速度がね、早めに設定しておる。よくわかるんですね。すごい、結構ね、早めにする人、うん、多いかもしれない。そうなんだ。え、やっぱ早めにするとメイちゃん何がいいの。あの、一歩一歩のね、感覚が開くんですよ。だから、そういうなんか、汗汗しない、汗汗しない。逆にこの速さで来られたら汗汗しない。でもね、なんか自分でやってると割とそうでもないんだよね。え、すごい。あ、でもコンビ、コンボも繋がってますね。すごい。めっちゃ今日朝何食べたの。朝は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 ね、何だろう、ね、朝は何。ちょっと静かにしてくれるかな。ね、昨日の夜は、昨日の夜はね、チキン食べた。ちょっとめいちゃんがここのくすぐるの苦手。難しいポイントがね、ちょこちょこありますよね、やっぱね。ホールドノーツとかスクラッチが多い曲なので。ぜひまりからもなんか質問ありませんか。あ、めいちゃん、今日の洋服のポイントは。洋服のポイントはそうだな、やっぱりね、春だからね。ちょっと立って見せてみてよ。あまり色をね、どういうこと。立てない、立てない。そうだね。あ、ちょっと待ってね、あ、ちょっと待ってね、あ、もう、あ、ダメだよ、もう。気づいちゃって。決まりが気づいちゃう。まあね、コーディ
レットね。はい、はい、ということで名車のポイントを確認しましょう。はい、52212です。はい、おー、はい、いやちょっとミスが多いんじゃないですか。だってさ、ちょっと直接攻撃あったじゃん。ちょっとさ、すごいすごい妨害が入ってます。さすがにあれで、あれであそこまでできてたのちょっとすごい。だって先生は感心しておりますそれではアイコン先生のグルミック傾向スタート。さあ、おっす、テンションマックス上げてこう。さあ、ひまちゃんのどんな妨害が始まるのか。いけいけあいけいけ。じゃあとりあえず、どんな朝ごはんは何食べました？今日はね、ヨーグルトかな。お、いいですね。お、ヨーグルトヘルシー。うん、じゃ昨日の夜ご飯は何食べました？なんか、昨日の記憶がね、ないんですよ、私。こんなことないじゃないですか。ないですよね。あ、やっぱ、綺麗ですね、体のライン。どうでございます。すごい、これも綺麗なんですけど。なんか私、そういえば、あゆこと聞いたことあるんですけど、なんか人って膝がくすぐったいって知ってます？わしゃわしゃの音ですね。膝ですか？どうですか？あ、逃げてます。やっぱり両方行くのが大事なんじゃないですか？どうですか？こんなことじゃん。あ、じゃあ、ここがもっと続いちゃってる。こんなことじゃん。負けた人は前回のグルミック道場の勝者ひまりちゃんに愛の告白をしなさい。ひまりちゃんに？そうです。どういう設定？どういう設定？やっぱりこの思いは伝えなきゃいけない。なんて可愛いんだ。可愛すぎて食べちゃいたいくらい可愛い。そして一生養いたいくらい愛してる。ちょっと怖い。なんでなの？なんでなの？釣れたんだけど、どうしよう、リーが。養ってくれるんだよ。いいじゃん。食べちゃいたいからちょっと怖い。本当だよ。もうね、目に入れても痛くないぐらいってことですよ。そういう愛だよ、ひまりちゃん。気持ちだけ受け取っとくね。ありがとう。気持ちだけ。ありがとう。ママもナーメイド。目覚めろ。レイザースイレンニューシングルコーラスケート DNA 好評発売中。ヴァイスシュバルツ D サイドトロイメライがヴァイスシュバルツに登場。新規イラスト多数収録。カードゲームの世界でも私のことをちゃんと守りなさいよ。ブースターパック D サイドトロイメライ好評発売中。今月の表紙はバンダリ。両面ポスターが2枚に PR カードが3枚、イベントシッケルもついちゃうよ。ホットな連載漫画もお見逃しなく。月刊バシロード6月号は5月7日発売。あなたの大切な
間のお供に。カプセル砂時計、全国のカプセルトイ売り場で販売中。え、普段さ、お酒飲む？でも、あんま、でも飲む時はやっぱお茶割りとかシンプルなの飲んじゃうから。わかる、私もね、緑茶ハイとか好き。ラムとかはそんな行ったことないけど、ちょっとなんか今回のでおしゃれなの頼みたくなってきちゃった。確かに。決まりは？お酒は？全然飲めなくて、もう初めて飲んだ時はぁってなっちゃった。キラキラ？キラキラキラってなっちゃった。ロゼリーミニアルバム「ローゼンホライズン」5月18日発売。頂点とその先。バイスシュバルツ、東京リベンジャーズがカードゲームになって登場。ここでしか手に入らないバイスシュバルツだけの書き下ろしイラストも多数収録。バイスシュバルツ東京リベンジャーズベシロード。カードファイトヴァンガード、ブラックアウトとデイブレイクのデッキが強化だよ。さらに俺たちは新しいグレード3をゲット。フェスティバルコレクション2022、後ろに。